い、今ねガソリン入れてきました。これでね安心して走れます。満タン航続距離ね何キロ行くかな。ちょっとね瞬間燃費をね表示させながらね走る習慣つけようかな。その方が多分低燃費走行できますよね。街中巡航で20キロぐらい出てますね。うん、いいですね。今トータルでね15キロって出てます。やっぱりねこういうのってね何が悪いかっていうとね加速したくなるから加速しちゃうことなんですよね。ちょっと分回したくなって分回すことなんですよ。こういうバイクのね燃費を悪くするのって、今のところ 15.5キロ、トータルね16ぐらいねやっぱ走ってほしいですね。目標16です、私の目標。で 6R がね16キロから20キロ、ツーリングとか行くと20キロぐらい6R 走ってくれたんですけど、 R6 になってね、ツーリングで17ぐらい走るとねいいなと思ってますね。どうでしょう。ちょっとねスタートはね少し気をつけてあげないとカカカカってなっちゃいますね。ノッキングですね。ストップアンドゴーのね多い道乗ってるとねどうしてもね燃費悪いですよね。信号待ちなんかもねやっぱ良くないと思うんですけどね、どうしてもね街中走ってるとねこういう風になっちゃいますね。あんまり街中走りたくないですけどね、そうも言ってられませんので。ミラーはね R1 とね同じなんですかね、なんかそう思ってるんだけどちょっと違うのかな。ウィンカーミラーですよね。またこかすと4万かかるやつです。とりあえずねやっぱり街乗りで6速入れられるっていうのはいいっすよね。最高ギア入れちゃって低回転で走ると。まあでも今バイパス走ってるんで60キロぐらいで走ってますけど、6速で3300回転ぐらいですかね。だいたい7000回転ぐらいまで回しても常用回転域なんですかね。やっぱり R1 と違ってね全然ねエンジン回してる感じしますね。回してシフトアップしていける感じがあります。まああんまりね回しちゃうとスピード違反になっちゃいますけど、まあ言うてもねスピード違反って言ってもね国道の制限速度からちょっとね足出るぐらいは、まあそんなに警察さんもね、やいのやいの言わないですから、そのぐらいはねまあやってあげていいと思うんですけどね。5000回転ぐらいの音気持ちいいですね。ちなみに今モードはねスタンダードです。モードねスタンダードと A モード、スポーツモード、 B モードってありますけど、今スタンダードにしてます。 B はまあちょっと足元悪い時ですかね、雨の時とかに使おうかなと思ってます。サーキット行く時は A ですね。そういう風に説明書に書いてありましたんで、スタンダードが中くらい、だから普段ねスタンダードで乗っといてサーキット行った時に A を開放すると。でちょっと雨で路面が悪い時とかに B、だからスタンダードで乗ってればね燃費がいいはずなんですよ。600だとやっぱりブリッピングとかもねやることによって余計な煽りとかに なんないで済むからいいですね。なかなか軽いし軽快感があるしいいですね 600R6。 何しろねやっぱり R1 のデザインが私ね好きで買ったんで、そこねやっぱ R6 に乗るということでね、それをまあ好きなデザインのねものを保てるというところがねいいですよね。やっぱ R1 と R6 なんとなくデザイン似てますんで、やっぱ兄弟車ですよね言うてもね。ただね R1、R6 買うにあたってやっぱり最終型のね2020年モデルがねいいんじゃないのっていうのがねやっぱり一つ頭の中にあったんですけど、でもこれ買ったのはね2017年モデルなんですよね。古いんですよ、結構もう6年も経っててちょっと正直古いんだけど、なんでそんな古いのなんですかっていうとね、この2017年モデルのライトの前に白いラインが入ってるじゃないですか。それがねかっこいいなと思ったんですよね。このラインが入ってることによって R6 のデザイン、 R1 のデザインと比べてねちょっと R6 のデザインの方が私若干違うなって感じだったんですよね、 R6 のデザインがね。でまあ R6 ちょっと違うけどやっぱ R1 の方がかっこいいなと思ってたんだけど、この2017年のねこの白いライン入ってるモデルが
なんかかっこいいなと思ったんですよ。このアクセントがね、 R1 と R6 のデザインの違いのギャップの不満点をちょっとね埋めてくれるというそんな感じですよ。あとはこの2017年モデルの青がね、2020年モデルの青よりもね綺麗な青だと思ったんですよ。これね、同じような青でね、実は違うんですよね、年式ごとにね。微妙になんか変化加えてるんですよね。このね、青が、2017年の青がね、かっこよく見えたんですよ、すごい。いいなぁと思ってね。この青が一番ね、かっこいいなと思いました。はい。だからね、この2017年選んだんですよ。本当はね、2020年がね、当然一番新しくて、ね、年式新しくていいわけなんですけど、まあでもね、この2017年のね、これでね、すごい仙台オーナーさんがね、綺麗に保管されてて、多分中途半端なね、18年、19年式とかよりも程度いいんじゃないかとね、私は思ってるんですよ。すごいね、綺麗な状態で保管されてて、初めて見た時もね、あ、すごい綺麗と思ったんですよね。車庫保管じゃないかってお店の人も言ってましたけど、まあそんなんですよ。だからすごいね、綺麗でね、いいんですよね。古さを感じさせないっていうか、あとはこのね、ちまちました市街地をね、住宅街を走って、右に左に走る感覚どうなのっていうのをね、ちょっとね少し様子見たいと思うんですけど、 6R はね、このガソリン満タンに入れた時のね感じがね、なんか重たかったんですよね。初期ターンのなんか手応えがねあんまり良くなかったんですよ。で R1 はね、もうそういうのが全然なかったですよね。そもそも重たいところで、その辺をね、バランス、超越したバランスでできてるのかもしれないんですけど、R6 もそれをね、踏襲してくれてることを期待してるんですけど、まあ、それはね、ちょっと、見てみないとわかんないんで、今からこのね、街中をちまちま走りますけど、ちょっとね、やっぱ最初乗り慣れないとね、ハンドル切るのとか怖いですね、なんかね。ハンドル切れないかな、結構な。だからやっぱりちっちゃいターンとかね、しづらいですよね、どうしてもね、この車両ね。ちょっとプッシングリーンみたいのしてみた時とかのね、手応えとかは、やっぱりどんなもんだか見てみたいんだけど、ちょっと今、あんまりよくわかんなかったな。狭いところね、クイクイッと走って、やっぱこの路地から出た時の手応えとかね、そういうのはやっぱりこういうとこですね。こういうとこでね、うまく走れるかどうかっていうの結構ね、聞いてくるんですよね、ちっちゃいのね。やっぱりなんか、ZX6R みたいな、なんか満タンの時乗りにくいって感じ、そんなない、今んとこ感じないかな。いいっすね。それでね、R6 をなんで選んだかっていうね、理由ので、本当はね、新車がいいなって思いもね、あったんで、ZX6R の、川崎の ZX6R がちょうどね、2024年モデル出たんですよ。出た頃なんですね、今ね。そこで、それがね、いいなって思ってたんです。それ狙ってたんですよ、正直。でもね、なんか発表されて、スペックとか見ていくと、なんかパワーはとりあえず落ちちゃったし、車重もね、なんかもう R1 と同じぐらいの車重になっちゃうと。200キロに到達しそうとね、いうところで。そんな重いのっていう話ですね。R1 と同じぐらいの車重になって、それで燃費もなんかね、6R って燃費いい方なんですよ。でもね、なんか2024年にモデルになってユーロ6対応とかでいろいろやった関係でね、燃費もすごい悪くなっちゃって、なんか WMTC モードでしたっけ、あれがなんかね15ぐらいになっちゃったんですよね。したらもうR1 とそんな変わんねえじゃんって感じなんですよ。車重も変わんねえ、燃費も変わんねえ、でもパワーはないって言ったらね、これ、存在意義がないですよね、正直ね。なんかもう、6R に変えるぐらいだったら R1 乗ってりゃいいじゃんってね、そういう感じなんですよ。だから、ZX6R ね、24年モデル出たら買うべかなと思ってたんですけど、それは選びませんでした。それで、代わりに ZX4WR どうだっていうね、話もやっぱり考えたんですよ、当然。でもそれちょっとね、400だし、パワーがね、ちょっとある、400のくせにすごいあるっていうね、触れ込みで、
400のくせにすげえパワーのやつが出たっていうね、触れ込みで話題になってたじゃないですか。とはいえ、まあ400なんで、まあ80馬力、うん、ちょっとパンチ、リッターから降りるにはね、ちょっとパンチが弱すぎるかなと少し思ったんですよ。うん、でね、まあトルクも全然ないし、まあでも、4WR はさ、クイックシフターがダウンもついてるんですよね。うん、だからね、いいなというところはあったんですよ。やっぱダウンのクイックシフターついてるのってね、やっぱ 6R ついてないし R6 もついてないんで魅力じゃないですか。 4WR いいなと思ったんですけど、車重がね、もうこの R6 とほとんど一緒じゃないですか。190、重たいのね嫌なんですよ私だから重たいのを買うぐらいだったら、まあ、R6 でいいやんってね。で、川崎はね、ライバルの川崎はそれで競り負けて、この R6 に競り負けたわけなんですけど、うん。で、あとはホンダのね、CBR600WR、6ダボさんですね。そこもね、候補にあったんですけど、6ダボは、ちょっとウィングレット周りのね、エンジンカウルが結構でかかったんですよ。だから、N 馬に乗らないと思って、それで結果ね、トータルで一番優勝したのは R6 だったわけです。ということでね、私、魂部、今日から R6 乗り換えて、また新たにやっていきたいと思います。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後とも R6 でよろしくお願いします。では、失礼します。ありがとうございました。さよなら。